ラーラーラーマーラーマーマーガーガーウララワンジョーベロンマン。はい、皆さんこんにちは。2週間ぶりの女王様降臨の時間となりました。待っていたんではないでしょうか。このような季節ね。あ、季節ですね。あ、今女王様待っておりました。そう、女王様ももちろん待っているには決まってるんだけど、このね、日差し素敵ですよね、はい、そうですね、暖かくなりました ね、あ、ちょっと王冠を栗太郎大事に大事に扱うように上手になりましたね、ちょっとはね。ありがとうございます。さっきのね、はい、あのプラスワンワードっていうのもね、はい、なかなか面白かったですね。あのためになるということがちょっとかけ離れてはきてる。涙ぐみました、笑っちゃって。そうですよ、そうなんです。もう完全になんかお笑い劇みたいな。そうですね。はい、はい、今日のね、うん、あの Facebook の女王様からの、はい、きらめきワードに行きたいんですけども、その前に今日はですね、あまりにも天気が良くてお花がいっぱい咲いてるのでね、あのスマホでパチパチってあのお花畑、この北川ゲザリア ね、皆さん来ていただくと分かると思うんですけども、うん、まるで天国のように花が咲いてるんですよね、うん、そうです ね、本当にね、いつもね、花の手入れをしてあってね、綺麗ですよね。そうなんです。で、女王様お花好きなので、こうぐーっと寄って花に一歩踏み込んで撮ってたんですね。後ろの方からこんにちはと男性の声でね、綺麗に撮れてますねって言われて、あ、これを褒められてるなんかの戒めだなと思ったんですね。で、見てみたらやっぱりその、ここを警備されてる方だったんですよ。で、なんか謝ろうかなと思う前に、でもコースに穏やかにね、綺麗に撮れてますねって言う。あ、そうなんです、お花すごい綺麗ですよねって言ったら全然怒られなかったの。やっぱり女王様の威厳が効いたんですか。なるほど。で、その続きもやっぱ撮ってました。多分僕らだったらはいはい、ダメじゃないかとかって言えるかもしれないですね。これ人格の違いが出ると思いました。さすが女王様。そうですね、うん、はい。それでですね、今週はですね、皆さんやっぱりこうお花見だとかね、ちょうど今週末とかあのイベントを立ててね、みんなで集まろうって結構やるんじゃないかと思うんですね。で、その時のね、イベントページ一部ちょっとやったんですけれども、立て方のポイントがね、前回ちょっと別のパターンから見ると、イベントの、一番最初にタイトルつけますね。タイトル、タイトル、例えばお花見ってやるのか、楽しむってやるのか、バーベキューだってやるのかで、あのイベントページってこうバーッと並びますよね、イベントのところを見ると。その時に人間って一番最初のワードで判断するんですよね。もちろん友達から誘われてるんだ、友達を見るんだけども、なんか友達を見た後こう前後見たりするじゃないですか、うんうん、その時に楽しそうって思うと全然知らない人が参加してくれたりするんですよね。だからタイトルの一番、あのタイトルって全部は出てこないじゃないですか、イベントがこう並んでる中で。だから一番最初に何を持ってくるかっていうことで、あのクリックが来るかどうかって結構あるんですよね。そう、だから、松パパね、キーワードのね、プロだからあれなんですけど、タイトル付けね、タイトルもう、めちゃくちゃあれ大きいんですよね、だからちょっとタイトル失敗すると全然集客力落ちちゃうんですよね。だからやっぱりタイトルは結構考えてやった方がいいです。で、途中で変更するのもいいんだけど、変更よりはやっぱり1回目が拡散が一番なので、最初にイベント立てますっていう時にはすごいね、ポイントなんですね。だから必ずそのトップにワードを何を持ってくるかっていうのを結構吟味して考えて、あとそれをアップする時間もできれば深夜で誰もいないところでアップするともったいないんですね、それが一番拡散されるので、できるだけ午前中にアップした方が、見る人が例えばページの方から見るとアクセス数って分かりますよね、ページにイベントのどのくらい見たかって、あれが朝にやった方がグッと伸びるんですよ。こんな秘密私言っていいのかしら。ドカンドカンって行くときなんですか。そうなんですよ。まあね、松パパの勢いでドカンはどうかわかんないけど、女王様の場合は非常にドカンな、ぐらいね、そうね、
それでもトカンでも何でも やっぱりそれを意識してやることで全然違うんですよ、うん、同じイベント立てたとしてもね。だから友達呼ぶだけのイベントだったらまあいいじゃないですか、はいはい、その立てた後に友達呼んでこれだイベントだからって言えばいいんだけど、うん、まあ、一般からも募集かけたいなっていう時は、うん、なるべくその本当にトップのキーワードと、うん、あとなんかキーワードとやることが一致してる、うんうん、で魅力的っていうのがねすごい大事なんですよ。なるほどね、うん、でもね、うん、少し気がつきましたよ、イベントページに、うんうん、イベントページ今番組も番組案内もクリスタルもイベントページ使ってるんですけど、うんうん、そこにちょっとコメントすると、うんうん、そこだけですごい拡散してるっていうか他の人が反応してて、ね、リーチが多分増えてると思うんです。リーチが高いんですよね、うんうんうん、でイベントに参加とかしてない人でも反応が返ってきてるっていう気がついた。そうなんです、そうなんですよ、うん、ね、実際やってみたら女王様っていうね拡散力のある人がいるので余計、ね、そうですよね、もう女王様のおかげですからね皆さんありがとうございます。感謝は、ね、私で受け取りますよ女王様の金品がお好きなやつですよね、はい、はい、ではね次に、うん、女王様デザイナーだっていうことはご存知だったでしょうか。うすうす存じております。そうですよね、実は今ですねちょっと恵比寿の方でエストサロンをもともとやってる方からちょっと改装の依頼がありまして、今進めてるんですけれども、実はねエステサロンって個室にすると単価が上げれるっていうのがあるんですよね。例えば、まあ、ボディエステがあるとしてカーテンで仕切られてるエステの部屋なのか、やっぱりちゃんとした壁があってドアなのかっていうことだけでも、うん、すごく個室感が違うので施術される側とすると、あここだったら 2,3 万で OK だけど、えこれで 2,3 万っていう、こう例えばやるが施術内容は同じであってもそこが個室であるとか、その個室のムードがいいかどうかで女性はすごくそういうムードにね、うん、マツコさんご存知だよねムードに言わんとなんか褒められてるのか、なんかちょっと、うん、そんな言わないでください、ね、まだ明るいですからね。そうね弱いわけということは、そこで客単価が上がるのかっていう大きなポイントになるんでございますね、うん、でそうすると、うん、まあ、そんなに大きな投資じゃなくてもエステサロンの客単価が上がることができるっていう、あとまあ色とかでもあるんですけれども、そういう、まあ、ハードの面でいうとカーテンよりもちゃんと壁を立てた方が客単価が上がって OK なサロンになっていくっていうポイントが、あこんなこと話していいのかしら私もう前後ですけど有料情報ばかりでありがとうございま す、ね、あメモはあクリちゃんまた何か用意してるそうですよ ね、 そうですよねこの間用意しとけばよかったのに ねチャンスは2度もあげたのにねはい、はい、それではね女王様のインフォメーションをちょっと、うん、はい、なんと女王様ですねファッションショーに出ることになりましたみんな、おさ拍手すごいファッションショー、はい、薄すぎてますよ。そうですか、うん、4月3日ですね。4月3日、はいはい、ガールズフェスタっていうイベントなんですけれども、ガールズフェスタ、はい、ラフォーレ原宿のラフォーレミュージアムで19時から一般のものも受け付けますので一般のものただチケットはねもう一般では販売してないんですね。ですから、うん、女王様のことを見たい場合は、うん、Facebook ページでひらがなで柳井美宇と検索して私にメッセージをください。特別女王様からの香りがついたチケットを売らせていただきます。香りついてるんですプレミアマプレミアメモしたあ笑ってる笑ってる栗太郎まだメモしませんよ。メモできないのかしら。あのね僕ね栗太郎の前にペンがあるの知ってるんですよ。まだメモしてなかったよ。いやでもね、うんうん、ジョーさんやっぱり、ね、Facebook がここからきっかけでね、うん、やっぱりラジオ、うん、ファッションショーってすごいですね。そうですね。ようやく自分に合ったステージに来たのかなと思いますけど。もう上がって上がって上がって終わりますよ。ジョー様のコーナーは。ね、まだね、はい、春ですからね、そうですね、4月もね、はい、もっともっと上がってまいりましょうか。そう、まずそういたしましょう、はい、はい、ありがとうございました、はい、女王様のお部屋のコーナーでした